はい、ありがとうございます、フュージョンバンドレイズでございます、今年も、この時期がやってまいりましたね。ちょっと今日は天気がいまいちですかね。でも雨も上がってきて、これからだと思いますが、お足元の悪いのが今日はお集まりいただきましてありがとうございます。今日はですね、さらっと最初に、メンバー紹介から入ろうかと思います。今日は淡々と行くので、上手からオンベース服部明道、一番の若手ドラム前田麗、下手キーボード雪竹潤、はい、デサックス鈴木博成で、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。拍手ありがとうございます。拍手嬉しいですね。で、1曲目は、爽やかに夏の蜃気楼という、夏らしい曲で、いきましたけども、次もちょっと夏っぽい、レッツゴートゥーザフォートバックという爽やかな曲をお送りしたいと思います。Thank you.
はい、2曲続けて、トルネードまでお送りさせていただきました。さてここから、先ほど、ありました通り課題曲ですね、課題曲あります。今年はなんでしたっけ、アクション映画皆さん何かバッと思いつくものってっていうとこから始まりました。僕は分からない。で、まあ今日5バンドみんないろいろやってくれるということなので、何をやるのかみんなも楽しみにいきたいなと思います、はい、で、我々はじゃあこの曲をということで、まあみんな聞いたらまあ聞けば分かるかな、ね、難しいんですよアクション映画ってね、選曲がね、他のバンドさん被ってたら本当ごめんなさいはい、で実はですね、僕このバンドではサックスしか吹かないですけど、今日はこういうちょっと変わった初めてですね、イーウィというあのウィンドシンセサイザーの一種なんですけども、下手くそです。挑戦したいと思いますいや普段やらないことやっちゃダメだね。これ犬です。うちの犬じゃないけどじゃあ行きましょう。はい。We'll be right back.
ありがとうございます。3曲連続でいきましてね、ミッションインポッシブルのテーマ、それからバラードは Just Like a Woman、最後の、ノリのいい曲手拍子ありがとうございます。8分間ありましたからね、最後まで手拍子くれて本当ありがとうございます。ザ・スクランブルという曲でした。残すところ、あと2分で意外と時間通り進んでるというか、ちょっと時間がありますね。前田君、一番の方の前田君を紹介したいと思います。ドラムス前田レイ、ドラムソロがかっこいいでしょう。はい、彼は大学生だったんですが、無事卒業して就職が決まってそれは後ほど、なかなかいい会社にねお勤めでございますね。はい、動物たちに囲まれながらね後ほどつなぎのところで、中身を紹介してくれるとのことです。はい、ちょっと雪つないでもらっていい？お水飲んでいい？はい最後あと2曲、はい、ちょっとねアマチュアなんで声も良くないですねはい、最後2曲となりました。ですね、1曲目はアンドリュー・ニューさんの、Everything Happiness for Reason という曲で、2部目はおなじみの TXK の曲で締めたいと思います。ということで、この後ですね、まだまだ、楽しいバンドさんたちたくさん出ますので、最後まで、皆さん、できれば聴いてきてください。今日はこの、音の日に来ていただいて本当に、ありがとうございました。最後2曲それでは、いきたいと思います。
はい、ありがとうございました。レイズでした。まだこの後も、素敵なバンドさんでますので、最後までお楽しみください。今日は本当にありがとうございました。